半負けの本物の本家の半魔洋先生です。本物の貴族、半負けの貴族の王様です。で、今回はね、天皇陛下とかエリザベス女王とかいますけれども、私の本家の本物貴族の王とどちらが偉いかということですね。これはね、ダントツ、私が世界一になってます。でね、天皇とかイギリスエリザベス女王は昔人間たちが選んだ大統領なんですね。だから性別関係と違ってね、ただ普通の人間がなってるわけですね。で、私の場合は性別と同じぐらいに男女王様というのが本当はいるんですね。で、その性別と同じなんですね。ただ、独立しちゃってますけどね。前にお話したようにね、王様嫌だって、人間たち取り扱うの嫌だということ、面倒だということで、独立しちゃってますけれども、独立しちゃってても同じですね。天皇系時代、日本の時代ではね、徳川家なんかも自分で3回、下4に回上。名前を変えてまして、普通の人間がね、偉くなりたいということで、大統領みたいなことでね、あとお坊さんの僧侶みたいな、ね、一番偉いお坊さんとかね、なって、自分で作った唐のね、お寺、お坊さんですね、と両方合わさって、なった人なんですね。だから天皇陛下とかイギリス、エリザベス女王ね、私のは古いんですけども、清少納言はね、私が作ったものなんですね。当時ね、日本人というか、貧乏が多くて痩せてる人が多かったんですよ。で、太った人で、やっぱり食事をよく食べられる、ご飯を食べられる人は金持ちだということでね。で、まあ、美人というわけじゃないんだけども、栄養が良くてね、非常に助かると。嫁いでも栄養があるからよく働いてくれるということでね、そういうのは太った美人もがということでいいだろうということなんですね。現在は厳しくなってますけども、健康状態、太ってるのはダメだしね、ほどほどでね、健康な人ですねっていうことになってますけどね、そう私が決めたんですね。そういうことまで時代の社会を私が全部決めてきてるんですね。でね、ただね、私がその人間全員が反発しても対抗できる上の生物ということになってましてね、本物なんでね、もともとはね、独立しちゃってますけど、で、半負けの本物の本家のわけです。昔は本負けの本家ですね。で、その昔もまた名前は変わってると思います。追い出されたと思いますね。で、その時代時代ね、弱いかというので押されますと、やはり簡単に弱いんで、定時静かにしてるわけですけどね。で、全体の上の力を持っててね、じゃあなんで問題があった時にね、できないのかというと、自分の問題でも他の人の問題が重なってる時ね、と他の仕事の料金が入ってしまう。それをもらわなければ、全額もらわなければ一緒にできないんで、我慢する方に行くしかないんですね。手間、お金かかっても、ね、ある程度お金かかってもね、それ以上お金かかるんだったらね。だから、問題ある時は防御だけになります。で、本物を私というのは、難読、自分のために生きてるだけなんですね。で、自分の資金だけで生きてるわけです。それでうまく周りと交換したり取引をして生きてる高知能者なんですね。で、ありまして、周りから税金もらわなければ当然やんないし、その税金量が足りなければ一切やんないわけです。それでこちらが管理する手数料をもらわなければやらないわけです、本物の王様はね。そうやって生きるわけですね。ただで、こちらができても周りの人の
のためになったってこっちためにならない、お金を捨てるわけにいかないですよ、自分のお金ですから全部ということなんですね。で父の時代の時は父は弱すぎてね、自分の主張はできません、息子の私しかできませんね。で手のよりか偉いとかね言えないね、また、前にねちょっと前歴がやばいのがあるんで、こき使うことは人をこき使ってすぐボロボロにしてあの世行っちゃうと生かしちゃうというのがあるんで、父の方はちょっとそういう代表になるようにはちょっと悪すぎてダメだなっていうことでね、私は許可はしなかったんですね、息子としてはね。前のじいさん時代は閣僚もやったし定年で村長もやってたんですね、他にやる人がいないんで弥彦村の、ね、村長やってましたけど、お昔は閣僚とあと実業家ですねやってましたのでね、でまあ東大ですね、やっぱり帝国大ですね。叔父も東大卒、小松製作所の取締役、総務取締役やってましたけどね、大きいブルドーザーの会社ですね。でね、ということで私の方でそういう力、こういう言える力があるわけですね。普通の人だったら、あ、お前何様だよって力弱い人はね、天皇陛下のことよりか偉いのかなんていうの、お前何様だって無所に突っ込むぞって突っ込めるんですよ。でイギリスエリザベス女王でも今でもそうですね、天皇陛下今でもそうですよ、力ない人は全部そんなこと言ったらぶち込まれられますよ。私は本物の貴族ですから大丈夫ですけど、まだ力は上ですからね。死の時代は下です、天皇陛下よりが弱かったです。だからぶち込まれちゃうんですね天皇陛下にぶち込まれちゃうんですよ、父が言ったら。私の場合は力あるんで、あと世界的な